2006年から2007年シーズンにリーグアンに在籍した20クラブの所在地リーグン2 0 0 6から2007では2006年から2007年に行われたリーグアンについて説明するリーグが結成されて69回目のシーズンは2006年8月4日に開幕し2007年5月26日に閉幕したフランス2ブリーグであるリーグ2の2005から2006シーズンで バランシエンヌ、スダン・アルデンヌ、ロリアンの3チームが一部リーグ昇格を決めて2006から2007シーズンのリーグ案に新たに参戦した。オリンピックリオンが6連覇を果たしビッグ5と呼ばれる欧州サッカーリーグの中で初めて6連覇を達成した。リオンは UEFA チャンピオンズリーグ本戦のグループリーグで FC バルセロナ、グラスゴー・レンジャーズ FC VFB シュトゥットガルトと対戦し2位で、決勝トーナメントに進み1回戦で、マンチェスター・ユナイテッド FC に敗れた。同じく、チャンピオンズリーグへ出場したマルセイユは、FC ポルト、リバプール FC、ベシクタシュ JK とグループリーグで、対戦3位となり UEFA、カップノックアウトステージへ回った。スパルタク・モスクワを破ったが、ゼニト・サンクト・ペテルブルクに敗れて、ベスト16で終えた。 トゥールーズは UEFA カップ1回戦で PFCX かソフィアを破ったが続くグループステージで5位で敗退。レンルは UEFA カップ予選2回戦で BSC ヤングボーイズに勝利、本戦1回戦では PFC ローコモティフソフィアを破ったが続くグループステージで5位で敗退。ランスはインタートトカップで FC チョルノモレツをデッサに勝利し、 UEFA カップ1回戦で FC コペンハーゲンに敗れた。ボルドーは UEFA カップ1回戦でタンペレイユナイテッドに勝利、グループステージも1位で通過、ノックアウトステージ初戦でベスト16をかけた RSC アンデルレヒトとの試合で敗れた。訴訟は UEFA カップ1回戦でパニオニオス FC に敗れた。ありがとうございます。